大阪杯天皇賞から連なる頂上決戦。春から夏へと移りゆく季節の中、熱き戦いはいよいよクライマックスを迎える。上半期の G1 シリーズ最終戦、宝塚記念スターホースギャラリー。ファン投票1位、北サンブラック。今年初戦の G1 となった大阪杯で年度代表馬の貫禄を見せつける勝利。そして続く春の天皇賞では注目された佐渡のダイヤモンドとの対決を日本レコードで制した。まさに充実期を迎えたターフの帝王が大阪杯、天皇賞、宝塚記念の G13 連勝を狙う。ファン投票3位、シュバルグラン。まだ G1 タイトルこそないものの、ジャパンカップで3着、春の天皇賞でも2着とその実力は証明済み。姉のビルシーナ、妹のビブロスは G1 ホース、秘めたる素質は紛れもなく一級品だ。ファン投票5位、ゴールドアクター。1000万条件から4連勝でグランプリホースになったのが一昨年。その後 G1 タイトルからは遠ざかっているが、主役の一頭であることは間違いない。初めての出走となる仁川の舞台で復活を期す。ファン投票6位、ミッキークイーン。おととしのオークス秋華賞を制した二冠馬が参戦。これまでに一戦級に挑んだジャパンカップと有馬記念でも差のない競馬を見せている。昨年のマリアライトに続き、今年も牝馬が制するか。ファン投票8位、サトノクラウン。12月に G1 香港バーズを勝ち、凱旋レースの京都記念は昨年に続く連覇。デビュー以来常にハイレベルな戦いの場を歩んできた猛者が国内 G1 の栄冠を狙う。ファン投票16位、レインボーライン。 G1 でも上位をにぎわす実力馬、その堅実さに万世だった父から受け継いだ成長力が加われば大仕事を見せても不思議はない。ファン投票18位、シャケトラ。キャリア7戦の4歳馬が G1 に2度目のチャレンジ。今度の舞台は3戦全勝の阪神、そして得意の中距離レースと巻き返す条件は整った。ファン投票26位、ミッキーロケット。今年日経新春杯で初の重賞勝ち。大阪杯では敗れはしたが、その末脚は目を引いた。強敵と戦ってきた経験を今こそ生かせ。上半期の G1 戦線締めくくりの大一番、ただ一頭が喝采を浴びる。